マイタウン市川、山口直子です。今回はここ保健センターで行われた健康講座を特集します。テーマは更年期。誰もが経験することですからね。私もしっかり勉強したいと思います。女性では更年期っていうのは、皆さんも分かっていらっしゃるんですけども、最近男性にも更年期があるということがマスコミなんかでも言われてきております。やはり徐々にどんな人でも男性ホルモンというのが年齢とともに下がっていく、それが分かりました。で、男性ホルモンが低下していることによって、こういったようないわゆる今まで加齢とともに起こってきているという言われていた症状が起こるんだと。いわゆる加齢でこういったいろいろな不定愁訴ですね、身体的、それから精神心理的、それと性的症状で、そういった加齢とそういった症状の真ん中に、女性と同じように男性ホルモンの低下というのが真ん中にあるということが、最近分かってきたわけです。だけれども非常に個人差があるので、それで非常に分かりづらいんです。診断するのが非常に難しい。ご自分でも分かりづらいし、医者側にも分かりづらいんですね。男性ホルモンは緩やかに下がっていきますが、それで症状が出てくる人というのは非常にそんな多くないんです。ほとんどの方は下がってきてもそれなりに、うまくやっていっているんですね。男性ホルモンというのは基本的に血管を拡張する、作用のある非常に重要なホルモンなんです。男性更年期障害というのはホルモンの減少、今お話したようにホルモンの減少であるが原因であるということで、どういったことが起こるかっていうと、動脈硬化とか認知能力の低下、骨密度の低下、それから体脂肪の増加っていうのの原因となってきます。もう一つは男性更年期患者さんのほぼ 90%、100% と言ってもいいかもしれないなと私は思ってるんですけども、ほとんどの方が、ED っていうのは勃起障害のことです。男性ホルモンというのは、脂質ですね、脂肪の、高コレステロールとか、コレステロールの代謝に非常に関係しているので、その今言われている、生活習慣病というのに非常に関係してきています。で、男性ホルモンが下がってくると、例えば高血圧、動脈硬化、糖尿病、高脂血症、こういったものが起こりやすい。それから、頭の血管とかにも働きますから、当然うつ病とか、あとは排尿障害ですね、こういったいろんな症状が起こってくるわけです。男性ホルモンの低下とともにその ED っていうのは起こると。で、動脈硬化が起こりやすくなる。で、動脈硬化が最初に起こ、全身で起こる、同じレベルで起こってくるんですけども、じゃあ一体どこで症状が最初に現れるかっていうと、一番細い動脈ですよね。そうすると、陰茎の動脈というのは2ミリぐらいしかありませんから、そこでもうまず詰まるわけです。で、そこで動脈硬化が起こると ED が起こる。で、じゃあ男性ホルモンっていうのを保つためには一体どうしたらいいでしょうかということです。そうすると一つは、当たり前のことなんですけども、体にいいことをやればいいわけなんで、カロリーは控えめで、タンパク質と良い脂肪、あと抗酸化力の強い食事っていう、いろいろ今ウコンとか言われてますよね。で、そういったものが非常にいいでしょうというふうに、言われています。で、あとアボカドとか山芋とか、今流行りのマカっていうのがあるんですよね。それと同時にですね、やはり私は適度な運動、やっぱり運動っていうのは非常にいいんです、男性ホルモンを保つのに。1日45分って言うんですけども、45分歩くことだって言われてます。自分のペースで45分歩くこと。私は45分っていうのはちょっと厳しいかもしれないので30分にしてるんですね。
ね、これはあの高齢者に対する運動教室のテストステロン増加の効果っていうのを見た、ものですけども、その、運動教室をやった人っていうのはみんなでこう男性ホルモンが上がっています。自分のペースで、何でもそうですね、自分のペースで人の真似をするわけじゃなくて、自分ができる範囲で体を動かしてあげるということですね。今日ちょっと長くなりました、申し訳ありませんでした。更年期障害というと女性の方が注目されますが、男性にもあるんですね。私もちょっと驚きました。さて続いては女性の更年期についてです。更年期ってよく言われるし、私なんかも30超えたぐらいからうちでなんかキーなんてちょっとヒステリー起こしたりすると、更年期って言われたりして、結構悔しい思いをしたことがあるんですけれども、割と私なんかの世代ではちょっとネガティブな言葉として使われていたんだけど、実際更年期という言葉をこう分解して考えてみるとですね、更という字というのは改まるとか深まるとかっていう意味になるわけですよね。なので更年期っていうのはある意味今まで の人生から生き直す、年を変える、生き返るみたいなイメージで捉えていただいてもいいのかもしれないというふうに思います。その更年期に起こってくる体の変化としては、まあエストロゲン、卵巣ホルモンが減ってくるために起こってくる症状としては、まあ、最初の段階の急性期の症状ですね、月経が不順になってきたり、不正出血、月経止まったのかなと思ったら忘れた頃にちょろんときたとかね、いうような時期、それからのぼせ、ほてり、いわゆる自律神経の失調症状というやつですね、それから精神神経症状、イライラだとか不安になったり憂鬱になったりするような、まあ、いわゆるストレスに弱くなるんですね。それから慢性期の症状としては、まあ、泌尿、生殖器、膣であるとか子宮であるとかね、骨盤底の筋肉とかそういったところの萎縮症状が出てくる、それからコレステロールが上がってきたりする、動脈硬化の問題が出てくる、それから骨量が減少してくるために起こってくる、まあ、骨粗しょう症あるいは腰痛なんかの問題が出てくる、こちらが、まあ、ゆっくり起こってくる症状というふうに理解していただけるといいかなというふうに思います。まあ、これは卵巣ホルモン、子宮とか膣とかね、おっぱいとかに働いてきますけれども、それ以外の働き、血管に対してはですね、動脈硬化を防ぐような働きがあります。それと血液を固まりやすくするという作用があります。それから骨に対しては骨量を守ってくれます。脂質代謝、コレステロールとか中性脂肪とかいうやつですね、コレステロールを下げるように働きます。それから体型にも影響するだろう、皮下脂肪のことですね。ところが女の人っていうのはだいたい閉経を境にして男性よりもコレステロールが高い人が増えてくるというふうに言われてます。この年代になるとお腹がねぽっこりしてくるんですよ。見ないでください、見ないでいいですからね。お腹がちょっとぽっこりしてくるんですよ。なんでだろうってずっと私疑問に思ってまして調べました。そうしましたらですね、閉経を境にして皮下脂肪が増えるわけではないんです。閉経前と閉経後では内臓脂肪の量が優位に、こう統計的に優位な差を持って増えてきちゃうんですね。つまり閉経を境にして女の人の中、女の人の脂肪っていうのは中から膨れてくるということなんです。それから骨量ですね、これはよく言われていることなんだけれども、女性と男性の骨量はだいたいトントンいいレベルのところでいいとこまで来るんですけれども、だいたい50歳、閉経を境にして女性は男性よりも 10% ぐらい落ちてしまうんですね。急激にこの 5年から10年ぐらいの間に急激に落ちてしまう。で、出来上がった時、つまり70、80になった時には男性よりか 10% 以上骨量が低いことが多くなるというふうに言われてます。このいわゆる更年期症状と言われているようなのぼせ、ほてり、動悸、肩こり、憂鬱、頭痛、イライラ、いろいろありますけど、そういうのは必ずしも更年期だけから来るものではないんで、ですね、自律神経の失調症であるとか強いストレスなんかからも来ることがありますので、ホルモン検査を
あのお受けになることは、まあ、本当に更年期なのかどうか治療の方針を立てていく上でも必要なことだろうというふうに思います。続きましてですね、環境因子というお話をします。まずですね、運動療法ということです。運動療法が、更年期症状にどんな影響効果があるかということなんだけれども、まずですね、運動療法ということです。運動療法が、更年期症状にどんな影響効果があるかということなんだけれども、のぼせとかほてりなんかの症状がだいたい半分近くまで、まあ半分ちょっと大げさかな、軽くなるんですね。それから、しびれる感じがするとか冷えるとか、そういったのもかなり良くなる、眠れないのも良くなる、結構良くなるんですね。運動療法には運動不足には5つの大罪がございます。スタミナがなくなります。それから抵抗力が落ちます。これ風邪ひきやすくなるんです。本当なんです。これ科学的なデータがあります。それから太っちゃいますね、どうしても。それからスタイルが悪くなる。スタイルが悪くなると年取って見えるんですね。これが本当に5つ大罪がございますので、ぜひぜひ運動を日常生活の中に取り入れていただけるといいかなというふうに思います。それから次は食事の話ですね。基本はですね、バランスの良い食事、これ以外にないんですね。いろんな種類のものをたくさん摂ることと偏らないということ、あくまでもサプリメントは足りないものを補うんだと、基本はバランスのいい食事であるということを、もう一度強調したいというふうに思います。人間の健康っていうのはいろんな因子から成り立ってます。体だけではない、心の問題であるとか環境の問題であるとか、ホルモンによる問題とか、いろんな問題から成り立っていく。それぞれの部分で、健康であるように努めていただいて、健康な更年期以降、明るい老年期といいますかね、をお迎えいただけるといいかなというふうに思います。実は今日も講座が行われているんです。1回目2回目では医学の分野から更年期を見てきましたが、今回は保健センターの職員の方が食事や運動の方法などいろいろとアドバイスしてくれるそうですよ。今日はですね、更年期を過ごすポイントとして3つ挙げてみました。1つ目は肥満を予防しよう。それから2つ目がこれ高コレステロール血症ですねを対策を取っていきましょう。そして3番目は、やはり今でもですね、骨粗しょう症の対策というのは忘れてはいけない部分なので、この3つを入れさせていただきました。一番大事なのはこの食事バランスということになります。一番上のところにはいつも私たちが食べているご飯、それから麺類、そういったものが入っています。おにぎりだとかもここに入りますね。で、その次のところには今日は簡単に説明させていただきますね。緑のところにはお野菜をたくさん使ったお献立が入ります。副菜と呼ばれるものになるんですが、それがここに入ります。そして3番目のところにはようやく出てきましたね、おかずです。そして一番下の裾の方にはこれも大事ですね、果物だったり牛乳、乳製品と呼ばれるものが入ってきます。ホルモンのバランスが崩れていってしまうということで、一番効果的な方法は先生もおっしゃってましたが、毎日のお食事ということになります。でこればかり食べてればいいというものは今のところ残念ながらないです。なので、一生懸命皆さんはいろんなものから取り入れるということがまずはベースになります。その上でこの時期気をつけていきたいのが体重の増加ですね。それと脂肪の取り方、そして最後は男性も女性もカルシウムということで、この3つ覚えておいていただけたら十分予防になっていくのではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では両方の膝を両手で抱えて胸の方に寄せていきます。
だんだん自分の体に変調が見えてくる年頃なので、非常に更年期に対しては不安を抱いてたんですが、自分の心がけ次第で予防や改善ができるっていうことを知って、ちょっと不安が消えました、はい、私はこういった健康の、講座をですね、積極的に利用して生活に役に立たせていきたいというのを思っております。やっぱり更年期に対しての不安が少しあったの で、これからどうなっていくのかなって心配だったんですけれども、ちょっとした心がけでだいぶいろいろ変わってきて、快適に過ごせるんじゃないかなって安心できました。今回の講座では男性ホルモンや女性ホルモンが更年期特有の病気だけではなくって、生活習慣病やその他の病気に深く関わっているということを勉強していただいたと思います。ご自分の健康に興味を持つというのは中高年になってからと思っていらっしゃる方も多くいらっしゃると思いますが、そういった病気というのは30代40代の若いうちから徐々に進んでいくことが知られています。保健センターではこのような健康講座、これからも行っていきますので、ぜひ若い方も含めて大勢の方に参加していただきたいなと思っています。まだまだ先と思っている皆さんも、普段から自分の体を知っておくと、いざという時に必要以上に心配しなくて済むと思いますよ。そしてただいま更年期真っ最中という皆さんも、おかしいなと思ったらぜひお医者さんに相談してみてください。4日、市議会議場で新春議場コンサートが開かれました。新春議場コンサートは、市民に議場を身近に感じてもらおうと平成13年から毎年開催しています。今回はクラリネット奏者の小川奈緒さん、バイオリン奏者の山田あさみさん、ソプラノ歌手の斉藤千恵美さんの3人がアンサンブル演奏を含めた全13曲を披露しました。3人は市川市文化振興財団が若手音楽家を発掘しようと毎年開催している新人演奏会で優秀賞を受賞した将来有望な若手アーティストです。会場に訪れたおよそ180人の市民は、会場に響き渡る美しい音色を堪能していました。この新春議場コンサートは、文化都市市川を象徴するイベントとしてこれからも継続していく予定です。4日から11日まで市役所多目的ホールで新春短歌・俳句・川柳展が行われました。新春短歌・俳句・川柳展は、年が改まったこの時期、多くの市民が日本の伝統文化に親しめるように、市川市短歌協会、市川市俳句協会、白龍会の協力で平成12年から毎年開催しています。今年は短歌・俳句・川柳およそ90点を展示するとともに、初の試みとして市川市写真家協会が協力して、市内の名所などを写した風景写真も合わせて展示しました。市川が誇る歌人菅作浩一さんや俳人林翔さんなど、
著名人の作品も展示され、市役所に訪れた多くの市民が足を止めてそれぞれの作品に見入っていました。市川市では市内外から市川を詠んだ短歌、俳句、川柳を募集する市川てこな文学賞をはじめ、市川市短歌協会が主催する市川市ジュニア短歌祭など文学を表彰するさまざまな催しがあります。皆さんも作品作りに取り組んでみてはいかがですか。6日動植物園で新春クイズラリーが行われました。昨年動植物園は開園20周年を迎え、さまざまな記念イベントを開催しました。もっと市民から愛される動植物園を目指して、これからも楽しいイベントをたくさん企画していきます。その第1弾となる今年のイベントは、園内の各所に設けられた問題に答えていくクイズラリーです。仲良し広場、小獣舎、フライングケージ、ミニ鉄広場など園内6カ所にそれぞれの場所にいる動物について問題が出されました。それでは実際に出された問題を一つご紹介しましょう。尻尾に縞模様があるのは、1ミーアキャット、2アカハナグマ、3コツメカワウソ。答えはこちら、アカハナグマ。小獣舎で飼育されている尻尾の長い動物です。今回のイベントではクイズラリーに挑戦した全員に動植物園で暮らしている可愛い動物たちが写ったフォトカードがプレゼントされました。以上トピックスのコーナーでした。1月19日、八幡三丁目アクス元八幡2階市職員研修室で、平成20年度の 1% 支援制度で支援を希望する団体を対象に応募説明会を行います。時間は午前10時と午後2時の2回です。詳しくは市民共同推進担当までどうぞ。2016年、市川市は WHO 憲章の精神を尊重した健康都市市川宣言をしました。このコーナーでは市川市が進めている WHO の健康都市の取り組みをご紹介していきます。第3回健康都市連合国際大会が今年市川市で開催されます。市川市は昭和9年に誕生して今年で74年目を迎えますが、市川市でも初めてとなるこの国際大会は、国連の専門機関である WHO 世界保健機関西太平洋地域事務局との共催で行われ、 WHO の関係者を含め海外からは300名を超える参加者が見込まれています。大会は10月23日木曜日から26日日曜日までの4日間にわたって開催され、初日の10月23日は国内外の都市から大会に参加される皆様の参加登録が行われます。2日
2日目となる10月24日は市川市内を中心に健康都市の取り組みや関連施設の視察、また健康都市連合の理事都市による会議や加盟都市の代表者などによる市長ミーティングが行われます。そして3日目の10月25日は市川市文化会館で健康で安全な都市社会、それを実現する健康都市の取り組みを大会のメインテーマとして WHO 西太平洋地域事務局の代表をお迎えしての基調講演や加盟都市の代表者による市長サミットが行われます。この市長サミットでは感染症や地球温暖化、環境汚染、自然災害といったさまざまな課題に対し、これに直面する都市はどのように対応すべきか、さらに健康都市の取り組みを推進するための都市間連携による国際協力はどうあるべきかなどについて協議する予定です。これをもとに今後の健康都市連合の活動指針となるような宣言文を市川宣言として発表する予定です。また各都市の優れた取り組みを表彰する式典も行う予定で、これらの様子は市民の皆様にもご覧いただくことができます。最終日となる4日目は千葉商科大学と和洋女子大学の施設をお借りしてメインテーマをさらに深く掘り下げる発表が分科会で行われます。現在10の分科会テーマを提案し、大会の公式ホームページで発表者を募集しています。分科会の模様も市民の皆様にご覧いただけます。3日目、4日目の会議や発表は日本語あるいは英語により行われますが、各会場には同時通訳を入れる予定ですので、皆さん安心してご覧いただけます。このような大会スケジュールの大枠が出来上がったことで、今年は大会の運営をお手伝いいただくボランティアの募集や大会のイメージキャラクターの募集、また大会開催を記念してのイベントの開催や、さらにこの大会の開催に賛同いただける企業や市民の皆様からの協賛金、寄付金の募集など、大会に向けて準備が急ピッチで進みます。詳細につきましてはこのコーナーやすでに公開されている大会の公式ホームページ、広報市川などで順次お知らせいたします。職員も一丸となって頑張ります。市川市の総力を挙げてこの大会を成功させるため、市民の皆様のご支援ご協力をよろしくお願いいたします。1月19日から2月3日まで文化会館で星野道夫写真展、星のような物語が行われます。星野さんの代表作と未発表の写真、またアラスカへの思いを綴った言葉の数々を紹介します。同じく1月19日から3月2日まで吉沢ガーデンギャラリーを会場に第9回市川の文化人展、星野道夫展が行われます。ここでは写真だけではなくエッセイやゆかりの品々を紹介しながら星野さんの魅力に迫ります。現在星のような物語と星野道夫展の共通券を1枚800円で販売しています。星野道夫写真展、文化人展について詳しくは市川星野道夫展実行委員会までどうぞ。